早速塾長増本先生に登場していただきましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします先生。後輩入ってきたらやっぱ塾長上機嫌ですね。そうですね、すごい生徒をずっと心待ちにしていたので、はい、今日はかましてやろうと思います。かましてやろう。どうなんですか塾長、もう3期生とコミュニケーションは結構取れてるんですか？的野ちゃんと谷口ちゃんと村山とお寿司屋さんに行った関係ですし、谷口、村山、はい、あと村山はあの、うん、キラキッズなんですけど、はいはい、そうか、あのもう公園で遊ぶという、あ、ね、もうすでに後輩と公園に集まるというのは、はい、堀内健とビビる大木と同じ関係ですからね。いわゆる軍団みたいなね。軍団ですから。公園はどうでした？どうだったの？20分ぐらいで行けるところを1時間以上かけて行ったので、そう、行きたいお店を目指してて、でも目の前に公園があると入ってしまって、だからもう結構あの閉店ギリギリぐらいに、閉店ガラガラみたいに行かない。閉店ギリギリ。閉店ギリギリぐらいに。そういう寄り道も楽しめた。はい、楽しかったです。そんなに楽しそうじゃない言い方だけど。楽しかったです。しんどかったな。